はい、お疲れ様です。マッピーです。無法制ということで、今回はこちら、このキングヌーいいよね龍神クライン、こいつは使っていくんですけど、あのいいよねって言っときながらね、あのだいぶにわかなんですよね。すいません。いや、あの呪術の曲とかはちゃんと知ってるから、要所だけ押さえてるからみたいな感じでね、ってのもね、あ、キングディアンヌ、キングディアンヌなんですよ。もうそっちのキングヌーじゃなくて、あ、キングディアンヌーねってことで、このキングディアンヌ入りの龍獣神六を使っていくんですよね。前にね、ナダルリーダーで龍獣神六やったんですけど、まあ、それのクラインリーダーバージョンです。ナダルの方はね、エンデガアラジンっていうフィニッシャーニズミプラス大家まで入れてあげてね、だいぶフィニッシュ力高くて強かったんですけど、じゃあクラインだったらどうなのっていうのをね、今回試してみようということで、まあ、だいぶね内容は違うかな。前にナダル使った時はね、新ゴマとしては大家しか入れてなかったんですけど、今回はこの神ゴマのね、千歳東洋とか、あとジューパイチーとかね入れてるってことで、まあ、初手を意識してますね。ナダルリーダーって結構もう初手にナダルから打ってあげても機能して、で手駒フリーで使えてってのが強いんですけど、まあ、クラインリーダーはね、リーダーオーラで、オーダーなんで、それがあるんで、ちょっと初手出しを意識してますね。まあ、初手出しちょっと安定させるようにこの辺入れて、であとまあキングディアンヌ入れて、オーダー C のコンボ2回っていうのもね狙いつつって感じです。そして、皆さんこれ内緒にしてください。キンマモンとチポンこれ前のナダルの時もそうなんですけど、まあ、こいつらが、まあ、強いね。メルベに対しても強いし、神殴りも強いっていう、あの龍神デッキイコールもうこの2枚、この2枚を使って神殴りとメルベをしばくみたいなとこがあるんですよ。これ内緒ね、これあの流行りすぎたらなんか目つけられちゃう。これ内緒ね、内緒、これあの画面の前、あの小指出して、画面の前小指出して、あの、はい、約束大丈夫ということでやっていきます。ちなみにね、今回キングディアンヌ入れてますけど、別にねキングディアンヌじゃなくても、まあ奇境とかもでもいい、犬夜叉のいや、そっちの方が持ってると少ねえだろって、まあそれはそうかもしれないんですけど、まあ要は S ゴマで召喚系ですよね。ただまあコラボゴマとかが多いよな、そうなるとキングルート、はい、奇境とかね、もうどっちもコラボなんで、まあ、特に奇境なんか使ってあげるとデッキには龍神しかいないのに場にはマゴマが出てるっていうね、なんかその頬の穴を塗ったようなあれができたりするんですけど、まあどっちも持ってないよって人はなんか適当にしましょう。マジ適当にするしかない。もしくはクラインリーダーじゃなくてナダルリーダーで考えた方がいいかもしれないですね。クラインリーダーだとどうしてもやっぱ召喚欲しいんでね。で、これどうしようか。これどうする。まあ一旦こっち行ってあげて、まあ、テューポーンも残しつつ。まあ、ちなみにね、もうクラインのしんどいとこ出てるな、早速。初動が。これナダルリーダーだったら初動ナダルから打ってバイゼみたいなこともできたんですけど、まあ、クラインリーダーだとそういうわけにもいかない。まあ、しかし、対面の神殴りは、まあ、テューポーンと金マモンで頑張りたいけど、近づくか、まあ、これ近づっときますか。はい、よいしょ。で、意外とね、他のリーダーの、なんだ、オーダーリーダーに比べて、コンボ2回っていうのはね、優しいけど、何回むずいんだよな、先行とか引いたら、召喚なしだと。はい、コブ使ったね、OK、これコブ使ったのでかい。テュポーの通りが良くなった。ね、これ十字架欲しいな。はい。あ、キングディアンヌ、でもいいんじゃない、これタイミングいいね。これタイミング良き。でしかもキングディアンヌ置けたんで、うん、コンボも組みやすいかもな。これな、召喚によっては。だからこれ召喚頼むぞ。D3 とか、C の4とかが欲しいな。OK。いや、いいね。シェムキリ早めに使ってくれるのありがたいね。俺のフィニッシュエンデガなんでね。ダフネ。あ、ちなみに今回でこのダフネについては、まあ、入れてる理由はね、てかこれ一番弱くね、このガーディアンいっちゃ弱くね。まあ、入れてる理由は、この龍獣デッキって基本的に3手目にあれ置くんですよ。十字火炎とかを置くんですよ、3手目4手目とかに。だから2手目とかで雑に出せるキャラが欲しいなと思って、入れてみました。その2手目とかに、まあ、変置きですね、変置き、なんか2手目3手目とかに変置き枠でダフネ入れてますね。コンボバフだし、あと HP も高くて、でスキル 700×3 もね別に結構強くねと思ったんでちょっと入れてみました。まあ、シェムキリーとかもありなんですけど、金マモンとかテュポーンでこと足りるかなっつうことで。いや、これまず。コブ2枚目来た。痛。めっちゃ痛い。
めっちゃ痛いなこれ、どうしよう。はい、いやこれさ、コンボなんか大出しいけますよって書いてるけど、これ実質いけないよね。実質いけないんですよね。いやこれはね、ちょワンチャン狙ってみていい？ワンチャン狙ってみていい？これワンチャン狙ってみていい？次これで、まあまあ半分いくやん。いやエンデが D5 の方がワンチャンあったかな。一応これテュポーのコンボと合わせた方が強いかなと思ってこっちに打ったんだけど、あ待って、テュポーの、うわーつら、お前神フィリ持ってんのこのタイミングで、グロまあテュポーンに頼らないとちょっと火力足んないかなと思ってこっち打っちゃったな。えぐ、テュポーン持ってしてもダメでした、神フィリはさすがに。まあ炭治郎とラム切ったからいけるかなとか思ったんだけど、まあでも今の感じなんかエンデがでも死んでたっぽいな。ちょっとさすがにダムコン無理か。いやでもね、賞味きつかったね、あれはね。俺も似て飛ばしの盤面作るには、左下 X って D6 打たれないのお祈りみたいな、オーダー C 含めて、A3 エンデガとかちょっと考えてみたんですけど、まあきついね、コンボスキル、ちょっとガーディアンの場所も良くなかったな、コンボスキル絡まなかったし、ただ出しただけになっちゃった。あれだったら、帰郷とかの方が強かったんだけど、まあ、キキョウとガあのキキョウとキングヌーどっちにするかっつうのは、まあ、好みだけど、でもオーダー C はね多分キキョウの方が組みやすいんだよな。キキョウの方がいいかもしれんな、下手したらステータスはキングヌーの方がいいんやけど。でこういう時にまあ一旦乱対抗するよりか雑に切っときますわ。でこれもね相手があの召喚とか結構入ってると思うので、アナンリーダーなんで、まあ、テュポンを刺さると思います。でこれ次のターン金馬打っちゃってオーダー B に対して特殊のカットが効けるように場面作っていこうか。でダフネ持ってんのもね、まあ悪くない。これダフネもね高校の4手目とかで使っても全然強いんですよ。まあその理由としてはコモバフなんでエンデガと絡みやすいってのがあるから OK いいですね。まあこれダメージ返ってくるけど金馬打ちます。まあ、敵のオーダー B に対して有効なんで、ただ雷撃も返ってしまうと、まあこれちょっと東亜くんが強いか。まあしゃあないですね。正直 A の2進行はあんま強くないんで OK D にね、よしこれカットできるのは優秀。はい金馬もシンプル強い。でこれはサラマンダーいきますよ。そういえば今月末、あーいいね、エンデが入ったの強い。今月末さコマアップデート入るんだよな。コマアップデート入ってさ、ハロウィンアルカードとかが強くなるんですよね。確かコンボが強くなるんだっけ、なんか発動条件がなくなるかなんかで1枚返し条件ってのがなくなるかなんかだった気するんだけど、そうなったらさアナンリーダーに ハロウィンアルカードとか入る可能性結構できるよな。結構幅広がりそうというか、マタンにねハロカードなんか採用増えそうだなっていうのがあるから、皆さんこの先の手駒ロック気をつけてください。うわそこのこのタイミングファーストめっちゃ怪しいな。金馬入ってるタイミングで、しかもねこの早めのファーストめっちゃ怪しい、めちゃめちゃ怪しい。なんか引いてることこの上ないでしょこんなの。まあ、ツワイエフェルグ持ってたらフェルグ打つと思うし、召喚持ってても召喚打つと思うので、イグナーツとかか、イグナーツとか持ってて残り1枚か分かんない感じかな多分。ここファーストだいぶ怪しいな、だいぶ怪しい。まあ、マンドラゴラとかワンチャンあるかもしれない。まあでもとりあえず金馬もワックスを刺さってるわ。で10時間引いたら10時打つし、ティポン引いたらティポン打ちます。はいティポン打ちます。もうこれはノータイム、これティポンで OK。 はい OK。 めっちゃリーサル見えてんな今んとこ。まあティポンでいいよね。オーダー D 発動されっけど、まあそれを鑑みてもね、ティポンがさすがに強すぎるんじゃないかこれは。マンドラ来たらエンデガの火力落ちっから無理か。おい持ってんのになんで出さんかったんださっき。あーあれかサラマンダー警戒してたのかな多分。そうかサラマンダーがちょっときつかったのかな。で B4 エンデガいっちゃっていいでしょこれ飛ぶくね。オーダー C 発動するし下手したら飛ぶくね。ういういうい、オッケー強打つに強いまあねこれ黄金パターン引いたね。黄金パターンテュポーンとか、まあ、その他含めてちょっといろいろねブッサーされましたね。素晴らしい、ありがとうございます。よしいいね龍獣神録。龍獣神録さ俺微妙って話はしたけど、なんかその新ゴマが微妙なだけであって、コンセプトとして戦い方としてはね、なんか環境メタって感じで結構俺は
ありだなって感じだね。新ゴマがあんま強くなかったというか、まあ、王栄だけちゃんと強いから、王栄だけをなんかね、あのこういう龍獣神録っていうスタンスでいろんなキャラパンパン出すよりは、もうなんか強ゴマとかで一体王栄が出てくるだけでも全然十分な強化になったかなとは思う。ただクラインリーダーにおいてはね、正直さっきのあの新ゴマたち欲しいとこはあるかもな。まあ今のところ活躍してないけど、初動とか安定するんでね一応。で、対面シンシアリーダーで気をつけないといけないのは、まあ、ニールスとかかな。ニールスとか、そして初動取り来ましたね。これ取り来たんで、取り来たのと時は打ったんで、金馬のカットが微妙になってしまうね。まあでも逆に言えばこれ時はを早めに切ったので、もしかしたらゲイボルグとか持ってる可能性は高いかもな。ゲボ持たれてたら、ああこのさ、取り、うん、通常攻撃から切られるのほんまほんままあいいけどおおウェイ引いてきたね。まあこれ金馬もさすがに打つか。よいしょ。まあこれさ、次のタイミングさ、なんか例えば微妙だったとしても王栄出しても別にね、悪くはないというか、まあでも基本的に次優秀な駒引ける可能性は高い。まあ十字火炎優秀だし、ダフネとかでも全然 OK。 いらっしゃい。あ、いいね、10パイチ。あ、いいんじゃない、打っちゃおうかこれ10パイチ、ちょうどいいわ。いいね、あ、ちょうどいい、ちょうどいい、ああいいね、いいね、いいね、いいね。これ中継地点、中継10パイチ、10パイチして、ただ時間をかければかけるほど敵の色が揃ってくるんで、そこは気をつけないといけないですね。で、ニルス起きましたねフルでしっかり色が揃っていくと、よりどり緑、黄緑、白緑じゃなんか引いてこい、ほいまあ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 いいわ、打つわこの際もうなんか新ゴマたちが、てかこいつらなんかあれだね、バディモノなの。この G&パイチだの、千歳と東洋だの、このバディは何、バディなのお前ら、そういうやつなの、仮面ライダーダブル的なやつ、ミュウ404的な。アベル打たれるとアベルまあまあだりな、威圧がきちいな。引き見てからよいしょ。ダフネ、いやどうだろうこれ、ちょっと俺ダフネ打つけどさ、火炎燃えるのシャバー。まあ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 、でもオーダー C まで行きたいし、まあオーダーD俺残ってし、まあダフネ打つわ、ここはダフネ打とう。ゲボエグ、ゲボエグ、ゲボエグくて、ちょっと引き見てから行こうか。はい、ティオ、これティオ弱いな、ちょっと考えよっか。まあこっちかな、こっち行って、まあ、これちょっとティオ打ってる暇ないですね。シャーなし、シャーなし、オーイエー引いて、オーイエー削れてはいる。ただゲイボルグのバリアがきつくて、でアベルのコンボあんま強くないから B3 展開はあんま考えにくいね。で F6 打つのかそれともって感じ。あ、 A6 当ててくるか。あー、これでさ、アベルのダメージ稼いで D6 で飛ばすっていうのが相手の狙いか。一応オーダー D があるんだけどな、オーダー D あるんじゃけどって感じだね。まあでもこれ A6 いこっか。あ、待って、これティオでもよかった説ある、ティオでもよかった説ある。あ、でも一応バリュー的にはランタイコスルルグなのがバリューは高いね、ギリギリ 800×。 あ、いや、ティオでよかったな、これティオでよかったかも。やべえ、アルメン耐えれるか。シンシアリーダーです、相手は。シンシア、あ、待って、これ、色全部揃ってる。ダメか。まあ、これは、そうだな。まあ、しゃーないか。ちょっとゲボ強かったね。あと、色の揃い良すぎ。色の揃い良すぎと。まあ、ドンマイやね。オーダー全部発動自体はできたんだけど、敵の方がパワーが高かったわ、普通に。シンプルにパワーが高い。うん、まあ、あと俺がちょっと10時間引かなかったのは弱いかもな、そのタイミング的な話。A の4とか、まあ、E の4、A の4とか C の6、じゃあ E の4か、E の4とか C の6とかでね、置けなかったんでね、しゃばい。ああマジで、マジで、G マーで、ミラー来ちゃう。うわー、初手 X キングヌーが俺を惑わせる。初手 X キングヌーが俺を惑わせる。どうしようかな、初手見よっか、敵の。でもね、初手 X 実はありなんですよ。なんでかっつうと、敵のオーダー B が組みづらいんですよね。行ったっていいよ、行っちゃう、やっちゃう、やっちゃおうか、やっちゃおうか。敵さ、初手エンデガでしょ。ってことは初手キングヌーン引いてる可能性も若干低い。初手エンデガ切ったの熱いね。
HP 的に3600なんで、エンデがアラジンの構成じゃない可能性が高い。知らんけど知らんけど。これ X 見ねえるかな。はい、アベル引いていくのか。アベル引いてきたか。まあアベルでもいいけどな。いや、アベルだっていい、アベルだっていい。だってこれアベルのコンボ弱いからっつってシーノに受けてきたらさ、ガーディアンのコンボ通るからね。でこれで1回分コンボ組んで、まあ、ちょっと2枚返しが盤面できないけど、 D5 とか C の2とか来る分には2枚返しもう1回いけるし、相手の2枚返しがねおろそかになるから、実は俺の方がバンバンアド取っちゃうみたいな。でバイセそっち OK、 アベル取ってくるか。でこれ執念バイセとかも打てるんやけど、 F4 打った場合、まあ、グノーとか若干怖いのと、ダメそうだな、ダメージ若干足りない可能性があるから、まあ、これ近づいきます。よいしょ。バイセでもよかったけど、あんまりこっち削ってくる、あれが見えないんですよね。ガーディアンのリバーサルヒールもあるから、まあ、アルトとか持ってたりするかな、どうだろう。アルト持ってる、やるやんけ。まあでもこれはオーダー B も狙いつつって感じですよね。 C の5いきましょうか。でアルト取りながらのミネール打つか、執念バイセ打つのか。ヒーマも引いてきましたね。じゃあこれ執念バイセいきましょう。なんでここを執念バイセ打つのかっつうと、まあ、取らせて F4 金馬とか打てたら結構強いからですね、盤面が。はい、強い。で、オーダー B 行っての、あっ、キョ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 、めっちゃいい感じ。まあ、この執念倍数はね、全然取られていいんですよ。まあ、別にね、これミネールって F6 来る分にもね、CG 金馬もとか強いからね、OK。で、これ、さすがに CG 金馬行こうか。タイミングがね、だいぶあれなんで、お粗末なんで。ただ、問題が敵のオーダー CD を、しっかり意識して立ち回った方がいいということですよね。さあこれでガルガドシーのさ、召喚どこに来るかな。俺今回アンチヒル入れてねえから、アンヒ入れてねえかな。てかまあまあでも相手はやっぱ竜獣神6っぽいな。 C の6十字火炎とかありえるよ。 B6、 F4D6B4 ルートがあるな。リバーサルヒール発動しちゃうな。どうしようか。引き見てから用意しろ。ジューパイチ、どうしようかな。これ A の2打っても B の4がシャバいか。 F4 行ってコンボ組まれても別にいい気がするんだよね。コンボ強いキャラ置きたいか。ミネール F4 から D6 進行でも別に俺いい気がするんだよな。なんでかっつうと、これあの F5 から詰めてくる場合オーダー B が発動しないですね。で E6 打たれても俺オーダー D 残ってるし、ミネールのコンボ自体は残るんですよ。なんでこれでいいと思うけどな。あ、オッケーオッケーオッケー。いやこれミネールコンボ自体は残るやん。でこっからだよね、俺の立ち回り。 C の2で F5 打たせないようにするか。十字架へ引いてきた。まあ十字架打ってるけど別に今飛ぶわけじゃねえよな。なんで、まあ、C の2かな、 C の2かな。うん、安定コード、安定コードです。安定コードして、よし、これで相手はオーダービーも狙ってきて、しっかり火力も出して、で金馬もあと一旦効いている。いやでもこれ一個不安があるな。フルフレアかな。フルフレア怖いな。まあでも相手目線さ、これ右 UX 打ったら俺が A4 いけるし、 D1 打ったら金馬動線通るし、 E3 打ったらダブコンだから、打つとこだいぶないと思うんだよな。これでいいと思うわ。あ、ダブコンじゃねえわ。ダブコンではなかった。E4 誰とも。フレアボルティング。まあ A4 で耐えるか B4 で飛ぶかって感じか。めっちゃ火力出される。けど、ミネールコンボ結構強いんだよね、実は。実は強くて。4枚返し。2600で。これ、いけんじゃないかな。いけなかったらごめんだけど、ちょっとチャレンジしていい？え、無理かな、これ。結構出ると思うんだけど。5200でしょ。2600、あ、いやいけるか。これミネールコンボが思ったより出ると思うんだよな。これ結構8枚でめっちゃあるから俺飛ぶと思うけどな、これ。あ、だよね、よしよし、合ってるわ、よかった。いやミネールコンボがね、だいたい2300とか出たらいけるかなと思ったから、ちょっと行ってみたわ。ミネールコンボ強いね、ちゃんと。まあ、今のは A4 テュポンとか打って敵のエンデガの火力を落ち落としたりしても、まあ、なんか耐えれそうな雰囲気あったんですけど、
まあまあまあ、あの飛ぶんで OK。あの、おお、家が強い。おお、家が強い。まあ、A4 デュポーン。いや、耐えれたな。俺 46HP やるから、46あったから、デュポーン打って、あのアタック落とした、おお、家も耐えれたっぽいな。魅力的な悪役がいいってこと、物語が面白く変わる。まあそうだね、悪役はマジで大事。みんなどういう悪役が好きなの？なんかその俺はね、これ俺の悪役論なんだけど、俺個人的には悪役はね、なんかあんまり悲しい過去とかない悪役が好きだったりする。わかる？もうドラゴンボールの敵とかそうじゃない？もうフリーザとかセルとかブーとかただただ悪くない？あのただただ悪いっていうのは良くない？あとあのディオとか、まあ、ディオも一応まあちょっとあるけどさ、親父がなんかボンクラでみたいなあるけどでも普通にめっちゃ悪ない？めっちゃ悪くない？あの良くない？なんかでもね、まあ別に悲しい過去がある敵もね、別に嫌いなわけじゃないよ。全然別にそれはそれで好きなんよ。鬼滅の敵とかね、まあ全然好きなんだけど、俺的にはなんかもうただ悪いみたいなただ悪いのが好き。ただ悪いみたいな、良くない？もう普通に悪いみたいな、まあ、悲しい過去、そうだな、逆に悲しい過去のある敵って何なんだろうね。ちょっとあんまパッて出てこないな。あの悲しい過去のある敵って何あー、ナルトとか悲しい過去を背負いがちじゃない？てかなんか悲しい過去、なんだろうな、闇落ちパターン多くね。ナルトとかそうかもしれんな。で、アルベル対面はね、ちなみにね、相性悪いです、普通に。めっちゃ相性悪い。まあ、頑張ろうぜ、ダメ取れ。でも高校引けてって、キーマンも引けてるからね、意外とあるかもしれない。相手、代償2個使ってる。削りに行くぜ。執念倍増、OK、これは、まあ、金までカットしつつって感じかな。あと、金はね、アルベル対面ね、実はね、ちょい効くんですよね。アルベルの特殊もカットできるんで。さあ、千歳投与来たね。よいしょ。ほい。ブレイズサンダー、まあ、悪くない火力だ。1800いいですね。で、金馬張ってるから、雷撃持ってたら雷撃とか出すか。うーわ、回復されちゃったよ。回復されちゃったよ。ね、サラマンダーまたは、まあ、チポまたはダフネが欲しいか。近瀬引いていく。なんとも言えない。まあでも俺近づくと。よいしょ。俺もちょっと回復して、なんか2ターン耐えたいみたいなね。で、へえ、これどうしよっか。金馬の動線をどう見るか。オーダー C もこちらはあるが、ゼウスはまずいか。ゼウスまずいか。オーダー D 発動できるか。できるね。はい。アベル弱くて、厳しくてって感じだね。これどうしよっか。F に当て、で、金馬のコンボ強くするのと、どっちがバリュー高いかっつう話だよな。あー、わかんねえ、これ。ワンチャンないこっちでさ、当ててさ、ワンチャンないこれ。4万円でが5660、15% で4600。いけるね、C1 耐えれば。で、F1 打つ分には、ダメージのカット入る上、代償が効くぞ。よし、いけ。3932、4500足して。で、オーダー C ある。いけんじゃない ?5600 あって。6200。あ、いけるわ、これ。勝った。しゃ、大将のおかげ、ありがとうな。ありがとうな。危なかった。はい。よっしゃ、オッケー。勝った。あぶねえ。もっと早くゼウス打たれてたら危なかったね。まあ、なんとかなりました。ありがとうございました。いや、勝てるね、普通にクライン。どう？え、今までより、なんか、手応え感じるクラインに対して。クラインに対して手応えを感じる金マチポン最強か。ナイス。あと、オーイエーが意外と強い、ちゃんと。オーイエーいいじゃん。オーイエーめっちゃ強いじゃん。はるちゃん。はい。よろしく、はるちゃん。はるちゃん来た、はるちゃん。はい。いきます。はるちゃん、つくみか。アンチヒール入れてないんだよな。さあ、あのね、クラインディーラーさ、アンチヒール入れると事故るんでね、アンチヒールなしで頑張ろうみたいなとこある。さ、対面のつくよみ、うわ、オーラ引いてるわ。まあでもハロメショってか。まあ一旦ジオパイチ行く。安定と
安定のジューパイチ、安定のジューパイチして、まあ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 、まあ、ただこのデッキなクラインリーダーだからね、まあ、入れなくて、まあ、入れられないことはないけど入れにくいんだよね、あのヤンドーラを火炎のバフっていう戦い方がしづらいんだよね。まあでもコンセプト自体はね悪くはないと思うのでさ、アーベル引いていくで、これじゃこれこっち行こう、フラン対抗する力から行ってみます。回復大事にして見てみようかな。相手火力のスケール自体はそんなにないから、まあそのリーサルズラシという点でちょっとミネールを狙っていきましょうか。メリッサ、うん、やっぱオーラ2引いてる分ねちょっと事故ってくれてるんで、ここアーベル行くんやけど、はい、サラマンジャー、まあサラマンジャーしよっか、あサラマンジャーじゃないわ、アーベルしよっか。これアーベル打ってね、まあ、コンボ回復ちょっと狙いつつ、サラマンダーはコンボバフなんでエンデガと絡ませられるんで、これ行くんやけど、まあ、取ってくると大出しマシグラと、まあ、これは B の1サラマンダー打てるけど、キンマも引いたらキンマも A3 とかもありえる、ダフネ引いていく、いやさすがにちょっとこれは狙いたいな。はい、で問題がこれ大出しまでね組みにくいね、チポン必死いないね、これチポン欲しい、まあ、全然右ウェックス来る場合ティオとかでも悪くないんやけど、うわウンディそっちま、ウンディそっちま、これ金どうしようかな、引き見てから行きたいな、金馬引いたら E6 とかもある、デュポン引いた行くしかねえ行くしかねえですね、これね、これ行くしかねえ。オーダーの D が発動して回復される、ここからのリーサルを見ていこう。引きたいのはエンデが、まあオーイエーも引きたいね、オーイエーもうわーえぐくて、まあでも火炎めっちゃ強くて、オーダーシーまで組めねえなこれ、金馬も引いてきた、最高じゃん、行こうか、金馬も行くしかねえですね、よいしょ。でヨシンバこれ多分 A の2来るんですけど、 A の2に対してB に召喚してもらってトップでなんかうまいこと勝つみたいな、まあおーイエー引いたら飛ぶ、オッケー召喚そっちでしょ、痛い、あおーイエーかエンデガ、おーイエーかエンデガ、はい、あー惜しい、いやでも金馬打つタイム A4 金馬の方が良かったのか、いやもう俺ちょっとなんかリーサル厳しそうな感じしたんだよな、でもこれミネール打ったらワンチャンまだ耐えれんか、あー待ってフェイルノートのコンボあるのか、えぐ抑えないとダメだな。フェイルのとこもえぐくて。抑えて、F1 耐えて。あ、でもメイティス切った、勇気切った。メイティス2枚切って勇気も切った。頼む。次で頑張ろう。次があるよ。俺、オーダーシーなくても、次でなんかうまいこと引いて頑張ろう。ギクー、いや、エンデガ。エンデガだったら突破できるんじゃないか。うわ耐えていく。頼む。はい。うわ惜しい。発想は良かったけどな、まあ、ダメだなこれ負けたいやでもこれさクフリ上の効果出されてたら普通に俺死んでるくね気づいた上の効果で俺死んでるくね、いやどうだろうな、 E6 チポンは良かったけど金馬も A4 の方が良かったんかな、いやなんかでも HP 的にさもう俺は倒しに行くルートで良かった気もしたんだよな、難しいな今の、 A4 金馬間に合ったと思う、俺金馬って4ターンスキルじゃん、雷撃とかも敵結構残ってたっぽいし怪しいなと思っていけなかったんだよな、まあエンデガかケオーウェイオーウェイ引いてさ A のに打たして B4 狙ったんだけどな、ダメかこういう時な、いやでも徹底的に俺のオーダーシーが防がれたところはあるよな、そうだよなオーダーシー組めなかったもんな、それはそれでしゃあないが、もう一回お願いします、はい、何コンバートチュポン刺さるじゃん、チュポン来い、あざっす、千歳東洋別に初手強いわけじゃないんだよね、なんで俺は初手ミネール行ってみようかな、これなんでかっつうとミネールはどのタイミングで出しても1700のアドバンテージが固定なんですよ、ただ千歳東洋については、まあ、ちょっと待った方がアドバンテージが高い、ちょっと待ってみよう、七沢美也さん読み方合ってる、さーてオーラは引かれてない、チュポンもあるから上逃げで別に良さそうだよね、
上ダフネ。はい、ダフネってさ結構低コツで使われてるイメージあるんだけど、意外とねあのスキルもコンボもね属性条件なくて、でね HP がね1700とか超えてるんですよね。アタックもそこそこあるし、こいつはね俺もっと評価されてもいいなって思う。マジで結構強いと思う。キングディアヌ行ってみよう。俺キングディアヌ行くわこれE6、まあ、デュポンあるから若干盤面つなんか崩してもみたいな。油断じゃない、余裕。油断何のことかな、これは余裕というもんだ。で召喚が出た方にコンボスキル組みに行こうか。オーダーの B みたいから D3 召喚に対して D5 っていう風に行きたいんだけど、ダメか。自由パイチもあるけど、半端な回復するぐらいだったら俺火力出しちゃおうかな。オーラ引かれてないし、敵の盤面にバフもない。よし、ナイス。おお、もうオーダー C 組めてしまった。素晴らしい。さて、うん、OK。 でこ安定はチュポンだよな。安定チュポンやけど、安定はチュポンやな。ただオーダー B はマジでむずいな。どうする、安定のチュポンまたはバイセ打つか。バイセも悪くないんだよな。いやどうしようかな。いや俺バイス打つわ。これなんでかっつうと、オーラ引かれてなくて、でこの先俺が嫌なのって F4 展開なんですよ。で F4 展開待ってからチュポンの方が2ターン耐えれる可能性高いと思う。 OK、 そこだよね。でこれで敵は動線組んでくるんだけど、この後のチュポンの方が威圧が2ターン効くので強い説、あとエンデガと絡められたら最強だよねみたいなところがあるから、ここでチュポンいきます。ナイス。まあ、コンボ的にはね多分執念バイスの方が強いんだけど、ちょっと防衛のことも兼ねてっていう感じでいこうか。 OK、 ラリエルでこのねめちゃめちゃ火力落ちるやん、まあ、コンボライフバーやけどさ、ラファエル全然ね1万2500あってさ俺耐えれると思うんだよな。しかもオーダー B 発動するっていう最高。こっち行ってまあ、D の2耐えれるっしょ。なんならこれ飛ばせないか。まあまあまあ。次、18位圏内に行こうか。回復コンバートも威圧でだいぶ下がるからな。結局、チュポンさえ引けばなんとかなるよ。カーンバート相手なんて。コンバート相手はチュポン引いたらなんとかなるんですよね。よし。うい。うわー、すごい火力だ。よし。華麗に受けて、ナイス。はい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 。チュポン引いたら、チュポン引いたら大体勝てる。ナイス。いいね。召喚とバフ両方見れるのがこの竜神デッキだ。主に金馬とチュポンがそれに強いだけみたいな言われそうですけど、でもねコントロール自体はそのデッキの噛み合い自体はちゃんとあると思うんだよな。そうで今のとこあんまり手駒詰まってる感じはしないかな。エンデがオーエーっていう風にちょっと初動からあったらあれだけど、オーエー自体もねまあ割と中盤に雑に出せなくもないから、なんか事故とかは起きてないし円滑に進んでるとは思う。はい、夜明け、夜明けぜよ、夜明けぜよ。おいこれやばくないか。チュポンキンマーキングディアンヌ役満なんだけど、てこま普通にもうこれキングディアンヌで初手 X 行っていいっすか。いいですよ、わかった。まあでも初動でこいつら引いてもみたいなとこあるんだよな。まあ引けてるだけありがたい。文句は言うな。引けてるだけありがたいと思え。はい、キングヌーいきます。いきます。初手 X。まあ、特急、これで、キングヌーアノが特急呪霊出してくれるじゃん。我々は同じ特級に分類されるそうだ。俺とお前がだぞ。俺とお前がだぞ。俺このシーンも見たんだよな。アニメの5話ぐらいで出てきて、あんな序盤に出てくるなと思って。でさ、特級呪霊もさ、なんか格全然違うよな。なんかスクナの指8、9本ぐらい強いジョーゴみたいな特級呪霊出たと思ったけど、そいつ五条にボコボコにされて。最近ね、あの呪術、俺最近呪術見たからさ、ボコボコにされて、で花見だっけ、花見っていう特級呪霊も
強かったけど、あれでも、でもさ、ジョーゴと花火ってどっちが強いの？あの描写見てる感じ、五条が強すぎるだけじゃん。でも花火に苦戦してたじゃん。だからジョーゴ、あれが花火が仮にジョーゴだとしても、多分ね、高専生、あの呪術高専たち多分苦戦してたと思うんだよな。どっちが強いんだろうね。結局 あと俺にわかだからさ、にわかだから何もさ、なんかあれ言えないんやけどさ、あのめっちゃ気になることがあってさ、あのリカはやっぱやばいんだねっていう、あの俺ゼロから入ったの、呪術廻戦ゼロから入って、でリカってさ、まあ乙骨のバフもあるかもしんないけどさ、あいつってあのゲトウのなんだっけ、呪霊操術グアークの番ええー、ズマキみたいなやつあるじゃん、あれ吹き飛ばしたじゃん。だからリカってやばいんだなって。リカってどれくらい強い？最強なのあいつは。俺乙骨中だからさ、え、でもなんかさ、多分にわかだから、にわかだからあんまなんか語れないんやけどさ、多分あの両面スクナがいっちゃん強いじゃん。あの両面スクナがいっちゃん強くて、でまあ五条も強いじゃん。で俺乙骨も強いと思ってんだけど、乙骨ってどんぐらい強いの？五条より強いの？いや、わかんない。もしかしたら理解いないから、さすがに五条の方が強いのかな。あの、でも俺はねゼロから入ってるからさ、俺乙骨が一番好きだからさ、これイフの話ね、あのイフの話で、もし理科がいたら乙骨最強説とかない？ないないかな。みんなどう思う？俺乙骨がいっちゃん好きだからさ、あいつが最強であってくれみたいなさ、その願望があって、あいつが最強であってくれっていう願望があるんだよな。さ、あのトリコで言うところのさ、あの一流とドンスライムがさいたらさ、実はあいつら理論値で最強みたいなさ考察あるじゃん。あれと一緒、あの理科がもしいたら、成仏してなかったら乙骨最強説であってほしいんだよな。ダメかな、ダメ、みんなどう思う、みんなどう思う。ちなみに友達には、理科がいても、仮に理科がいても五条か宿儺が強いと思うよって言われたの、ちょっと結構呪術見てる人に。マジかよって思って。でもさ、もしかしたらね、あのなんか 1-2% くらいさ、そいつがね、なんかその五条ファンでみたいな、そのバイアスがかかってる可能性あるじゃん。五条宿儺ファンでみたいな可能性あるからさ、俺乙骨が好きなの。だから乙骨最強説ない、頼む、乙骨が最強だってくれ。ね、ロマン理論値でもいいから、理論値でいい、理科がいる乙骨が最強だよっていう、ないない、ロマンない、そういうなんか、そういうのよくない、最強だったかもしれない。漫画とかで出てくるさ、俺強い最強キャラも俺全然好きなんだけど、どっちかっていうとなんか、こいつ理論値、そのもしかしたらこいつがこういう特定の条件下においては最強かもしれない、あの最強かもしれないってめっちゃロマンじゃない？俺最強かもしれないがめっちゃ好きかもしれない、よくない？最強かもしれない。最強かもしれないが好きなんですよ。競馬で言うとこのアグネスタキオみたいな、あのあれ 4回走って引退したんだけど、アグネスタキオもうあまりにもぶっちぎりで早かったから、最強だったかもしれないかんない、あいつ最強だったかもしれないかんない、そんな感じ。バキで言う、バキで言う花山薫、あいつもさ、鍛えることは恥とか言ってさ、あのライオンが自分を鍛えるかとか言って鍛えなかったんじゃん。で、鍛えてたらどうなってたのっていう。だって、あの裕次郎とかですらさ、バチバチ鍛えてんのにさ、あいつ鍛えたらどうなっちゃうのってならん？俺なるけどね。あいつ鍛えたらどうなっちゃうのってなるけどな、俺は。よいしょ。だから、その最強だったかもしれないってマジくすぐるわ、くすぐるわ。実際花山って握力だけだったら多分作中最強みたいな描写されてない？あんな感じよ、最強だったかもしれない。俺新ジャンル、俺新ジャンルをね開拓したいね、最強だったかもしれない。ああ、はい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 、特殊シールドか。まあこれ、ガーディアンのコンボに対して打たれてるわけですけど、正直ね、でもこの形さえ持ってけば、この形さえ持ってけばね、多少のシールド貼られたとかなんだよな。もうどん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 いか、もうどんどんいこう、はい、どん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 、はい、どん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 、はい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 、おい、おい、どんどんいこう、どんどんいこう。 HP 差1万6000、そして F3 打った場合コラリーのコンボを使うと、陣内が発生してアルベルのコンボもね落ちる。うえー、スーツよ、うえー、グエー、スーツえー、
痛えけどこっちのキャラゴマ3枚だからまだまし。引き見てくれよいしょ。サラマンダーか。まあ、サラマンダー打ったっていいな。コンボスキルバフ。エンデガの予約も入れつつ、でしかもスーの、ね、コンボ先にガーディアンも潜ませつつって感じですね。打たれたくない場所は、右 X、あの右 X 打ったら、まあ、あれだな、F1 アベル打てるな。別に悪くねえわ。さあどうする、OK、取ってくる。さあこれは回復入りますね。いて。回復いって。エンデが引いたら F2 アベルとか、なんかその強気にいっちゃっても悪くなさそうな雰囲気。あー、チュッポン引くのか。じゃあチュッポン打とう。ほな、チュッポン打とうか。F6 強火にしようか。よいしょ。強火でよく焼きや。で、次、オーイエーで、ワンチャン飛ばせるかもな。オーイエーがね、思ったよりリーサル範囲広いんでね。で、はい、左下 X。これ、オーイエーが意外とリーサル広いんでね。1400入る。もう一発1400で4400まで削れるわけで。で、1.6 倍の2枚返しが入るから、2000ぐらい4400に出して、2400ライフバ出れば勝ちか。勝てるくね、これ普通に。いっちゃおうぜ。これ普通に俺飛ぶと思うわ。2400でも勝てないでしょ。2200でもいい。あ、上がった。よっしゃ。強すぎ。強すぎと。まあこれキングディアンヌだな。初手キングディアンヌからの展開でここまで持ってったとこあるから、まあこれさすがにキングディアンヌか。最強。ありがとう。よし。いいなぁ。ちょっとオタクが出たわ。最強だったかもしれないキャラ選手権。マジでオタク出るわ、こういうの。もしかしたらこいつ、この、これしてたら最強だったんちゃうみたいな。そそる。そそるわ。マジでそそる。行こう。オイフェ。おいおいオイフェ。おいオイフェ。オイフェは、竜6、魔6っていう条件があるんで、まあ、竜獣、神6っていうコンセプトではないですね。まあ、おおむね魔竜、あ、これと、対決。魔竜 VS 竜神。どっちが強いかな。まあ、手駒は今のところこっちに部があるね。だいぶ部があるっていうか、普通に強いね。相手初手ミヌラルだし、相手がどういうフォーマットを取ってるかだね。竜獣、魔6なのか、魔獣竜6なのか。まあ、おおむねオイフェリーダーはね、竜獣、魔6だと思うけどな。ヤンドーラとか入れてオイフェの火力も底上げしていくデッキになると思われる。まあ魔獣で組むんだったらぶっちゃけオイフェじゃなくてもいいとこあるからと思ったけど、夏ブラか。いや、これ夏ブラに対してはこれ泳がせて、アベル狙いましょうか。いらっしゃいませ。あー、いいですね。まあダフネアベルっていうね、2手先まで未来が見えてますね。よし、未来見えた。未来見えた火力出していくぞ。てかクライン普通に結構勝ってるんだけどさ。これもしかして竜神デッキ成功なんじゃないか。俺なんか出た時はさ、なんかキャラゴマ微妙かなって思ったけど、もともとのキャラパワーがあったってことが、テュポーンとかキンマモンが主に。だから、それを見越して微妙な感じにしたのかな。まあでも、オーイエイだけはガチだからな。オーイエイだけはガチ。でさ、相手はルチナ打ってきました。まあルチナ打ったところを見るに、竜獣神6濃厚か？じゃあ竜獣魔6濃厚か？ルチナ入れるんだったら別にリッチだって言うからね、魔獣だった場合。うん、でこれはね、さすがに取ってくるんじゃないか。シャラクセイです、俺のアベル。こんなん許容できるわけなくない？許容できるわけないよな。取ってきな。オーダーシーも組まれたくないじゃろ。ほれ、取りなや。取らない取らない、マジ。オッケー、これでかいね。で、これ、十字架引いたら、十字架打っちゃおう。アベルのコンボの回復も強くなるし、D3 が燃えるんで。まあ、もちろん、テュポン打ったらテュポン。でもいい。あ、ダメか。どっちも引かない。どっちも引かない、しょうもない感じになっちまったが、あ、まあ乱対コスルールからいいんじゃないかな。火力出しちゃおっか。おいおいおい、うん、まあアベルだけでバチコリ削れてんな。オーダーシーまであと1回のコンボで済むし、ここからオイフェのスケールするにはだいぶ相手も耐えないといけない。できんのか。あ、終年、待って、終年バイス出てきた。竜獣魔6でもなかった、混合オイフェでしたね。魔6竜6神4か。ってことはトゥールラデッキに入ってる可能性が高いですね。で、なんかいけ。キングディアンヌはありだね。行こう。これいっちゃおう。まあ、この真ん中2枚のさ、こいつら出すよりは強いと思うわ。で、これで、どうする？キングディアンヌ取ってきたら、俺は別の方で動線組んで、オーダー D までしっかり見て、オーマイギャー。よけろ。
ダメだった。まあでもルールかは避けましたね。 D4 召喚プリーズ。これ D5 召喚だいぶ弱い。はい、ミネール頼む。うわ、弱え弱え、これ弱え。はあ、どうしようかな。まあ B4 行ったっていいけど、大大師は発動できないか。あ、削りか。いや、削りに見える。うん、削りに見える。これ例えば C5 来た時にこれ削っておくことで、トップ大家、またはエンデが引いた時に C5 からの D2 でカウンターできるようにします。オーダー D 残ってるので、敵の2手飛ばしは難しいと予測。うーまいがオーダー C 見れなくなっちゃった。でもこれは A4 に入ってもう一度コンボ動線狙ってみようか。グノーコンボあんま強くないだろうし。はい、金馬も引いていく。うわー、でもこれ3枚返しやべえな。どう思う、これミネール打つか金馬も打つか。コンボ的には金馬の方が強いんだよね。ただミネール打った方が防衛力は高い気がする。まあ金馬もんでいいと思うけどな。これどう思う、みんな。確実に飛ばしたいよな、次のターン。ミネール打って次飛ぶんですかっていう。まあ金馬でいっか。グノーのコンボも減るし、うん、金馬にしよう。でこれ金馬プラスこのシールドプラスオーダー D で耐えていきたい。3枚返しの下級ダメージがめちゃめちゃ入る。でもミールラル相手切ってるから、エンデガの火力もだいぶ落ちるんですよね。ホッケシュー、これバイセンも火力落ちるから頑張って耐えてください。はい、カッティング毒入って、痛い痛い、危ない危ねえ。オッケー、エンデガいいってこと。あぶねえ、金馬もありがとう。まあそうだね、神駒見えてたのがでかかったな。これ敵が神駒使ってたんで、フィニッシュのライン神駒見えてたのがでかかった。めちゃめちゃありがとう。これでかかったわ、これでかかった。危ない危ない。よし、神駒見えてなかったらあれだったんだけど、でも金馬でよかったと思うわ。今さ、フルフレアとか打たれたら怪しかったんで、やっぱ金馬の、あ、金馬でよかったね。金馬で大正解。うん、フルフレアとか打たれた時に金馬の方が火力があるんで、ミネールとか打つよりシールドで全然良かったね。あ、良かった良かった、安心した。金馬で良かったです。はい、まあ初手ミールナル切ってくれてたのもでかかったな。はい、メルベ来た。オッケー、このメルベに対してはデュポン金馬もまたかよって感じだけど、しっかり引いていきたいですね。さあ、千歳東洋引いてます。でこれはまあ千歳東洋初手いきますよ。千歳東洋雑に初手いって、はい、おいおい、オーラ引いてんのか。どうだろう。まあでもこれ、おお、ユス、早めのユス。右から2番目、なんだろうな、初手に切りづらい駒だったっちゅうことやから。てかメルベ打たないんだ火炎警戒か。にしてもだけどな、にしてもメルベ打たないのめっちゃラッキーやけど。右から2番目なんだろうな。まあフェルグだ。フェルグ今引いたな噂したら引かれたんやけど、どうしようかな。てかメルベ打たないの、メルベは打たないの。それ打つべきだと思うんやけど、ダフネいきます。まあ相手がね火炎ちょっと持ってたとてね、正直メルベは俺打つべきだとは思うんだけどな。どうなんだろう。しかも俺もなんか純火炎っていうか、その全部火炎じゃなくて一部火炎って感じだからあれなんやけどね。まあこれ X 来るか、さすがにメルベ、いやこれ X 来るね多分。こんだけ火炎警戒でメルベ出さないっていう動きしてるってことは、まあ、X だよね。で召喚はそっちか。どうしよっかな。はい、悪くない。まあエンデが持ってるしユスヘルミ相手使ったんで、これ D5 展開します。でこうなった場合に敵の取る行動なんですけど、まあ、A3 にコンボ強いコマ打つか、右下 X 放つかなんですよ。で右下 X 打ったら B1 打つし、まあでも多分右側に豆が S 駒の可能性が高いから、まあ、またはリリアスとか、A3 にそいつが来ると思ってます。で、それに対して T を切って E6 来たところにダフネコンボとエンデガのラインを見ていきたいですね。相手コンボ封印切ったんで。どうする？右下来たら B の1で勝負かな。ああ、トウヤ来るか。トウヤか。トウヤなんだよね。どうしよっかな。
サラマンダ、サラマンダ。フェルグのタイミングずらす、シーノにサラマンダーもありだね。そうしよっか。フェルグのタイミングずらします。まだ発動しないはず。 OK で、オーダー C 見なきゃなオーダー C 見なきゃな。え、どうだろうこれ。 B の位置打ってもよかったかな。フェルグ受けのありだったかな。 B1 打ってカード打たして、 F3 ティオとかでなんかブラシながらっていうのも考えたけど、まあでも言うてフェルグのスキルプラスコンボも受けるってなると結構無茶だからな。こっちでいいと思うけどな。フェルグマ、あーでもこれフェルグマっていうかハロマ、あのハルマルマ。いやでもこれは右上 X 十字架めっちゃ刺さる。まあ D1 でもいいな。 D1 アベル、うわーどうしよう。オーダー C のことを考えると D の1打ちたいか。あーでも D の2、いやでも行こう、これ行くわ。信じろ自分の、自分の道を。 Go my way で、オーダー C まで狙いつつ、でもフェルグきつ、フェルグきつ。メルベルコンボも別に強いからね、普通に強いからね。ちょっと嫌なんやけど、嫌なんやけど。右上 X 長かったかな。オーダー C 捨ててよかった。おお、そっち来る。はるまる切ってる状況で、痛すんぎ。買い入る。あー引き見てからよいしょ。ジューパイチ、オーダー D が入るでしょ。こっち打って、まあ、D2 コンも通るけど俺回復入るんですよ。しかも威圧切ってて、これで耐えたいですね。相手ハロマル切ってるん でこれを A の5行かせて F5 エンデが狙いたい。耐えれると思うんだよ。ダメかな。ルキアオーマイガールキアオーマイガー。ジューパイチ行けっかお前、頼むぞマジで。ジューパイチ頑張れよお前、頼むぞ。行けんのかお前。オーダー C 発動できるけどよ。執念倍生、いやお前の方がいいんじゃない。執念倍生ありがとう。これ執念倍生の方がいいんじゃない。もう行くしかないですね。あ、F3 の方が良かったかな。3枚貸しするより火炎のダメージが1個減っちまった。まずいか。いけ、あぶね、あーよかった。 F3 の方が良かった説ある今。火炎1個減るから危な危な。まあまあ OKOKOK ワース、よっしゃ。危ねー危ねー、怖すぎー。いやでもなんか強くねこのデッキ普通に今の試合とかテュポン引いてなかったけど、え、テュポンも金、え、金馬引いてないよね。キングディアンの引いたっけ。 S なしじゃなかったS なしでメルベに、あ、でもあれはね、敵のメルベが遅かったってのもあるか。まあでもフェルグ打たれてハルマル打たれたから一応それに対して勝てた、先行で勝てたってのはでかかったと思うんで、まあ良かったと思います。ということでこの動画面白かった人はぜひね、高評価チャンネル登録などよろしくお願いします。キングヌー入りの龍獣神6クラインでした。全然強い全然強かった。あのダフネとかもちょいちょい活躍できてたし良かったと思いますね。はい、ぜひね皆さん組んでみてください。まあクラインリーダーだからフィニッシャーはねエンデがオーウェイっていう風に、あのナダルリーダーだとねエンデがアラジンまで入れてたんですけど、まあそれでもちょい事故ってたところちょいちょいあったんで、まあエンデがオーウェイでも全然ナダルリーダーでもいいかもしれないですね。まあでもエンデがのフィニッシュ力は健在でしたし、チュポンもキーマンも強くてキングディアーヌのショーテックスも強かったんで、よかったら使ってください。まあキングディアーヌ持ってない人は、イニアシャコラボのキキョウを使いましょう。両方持ってないよって人はもうなんか適当な神エスゴマ入れましょう。入れた上で、まあ、リーダーをナダルじゃないデッキにするとかね、いいと思います。ということでよろしくお願いします。また次回しましょう。お疲れ様でした。サンドラバイバイ。